戦でしたので、またメンバーも変えて今日は内容も良くしていきたいですね。そうですね、早い時間帯での失点を下げたいですし、まあ、特に湘南が残留争いの中にいる。改めてキックオフです。左にエンド、黄緑のシャツがホームの湘南ベルマーレ、そして右から左へと攻めていきます、白いシャツが山本シュート、平岡、山本、ここは足がかかりました。フリーキックになります、湘南ボールです。まあ、試合早々のところもそうですけど、エゼキエウと柴崎があまり早いタイミングで食いついてくると、はい、ドイツボランチの脇空きますから、数的不利になってしまいます。完全に足の裏がすねに入ってますからね、はい、ちょっとトラップが長くなったところ、バラダ、そして町野、田中が行く、田中からバラダを使っていく、クロス、ウェリントン、バーの上でした。バラダ、石原弘和、マイナス、バラダ、浮かす、さあこれ町野が入っている、セカンドボール、ウェリントン、枠の左です。今ぐらい深いところだと思います。自分のマーカーですよね、ボールとマーカー、ドイツ戦に入れるなかなか難しいです。岡本が蹴ります、ややバーにフェリントン抜けてきた、ここは枠を捉えることはできませんでした。ちょっと選手が倒れています、荒木が倒れています。ウェリントンへ、ウェリントンの落とし、トンから田中、そして平岡から田中入っていく、シュートだ、ナイスキーパー、ここは林のセーブです。中に入っていきました、田中から縦に送っていって石原直樹、さらには畑、畑が中に入っていく、スイッチをする、そしてここからのクロス、折り返しにベリントンが行きました、そしてセカンドシュート、まだある、押し込めないか、石原直樹、まだある、ヘッドゴール、クロスバー、惜しいシーンでした、湘南。岡本からファーサイド、キーパーは触れない、ヘディング、どうかな、パークロス、ノックポストだ、押し込めない、これも耐えた、耐えます広島、まだあります、山田、これが、はい、最後のシーンですね。まあでも荒木ですかね、最後ね。まあ、よく体も張ってるし、まあ、ボールから目線外さずに、田中からクロス、この跳ね返していく、そしてここで試合終了の笛、10人の広島耐え抜きました。